はい、こんにちは、シェフのホビオです。今日はガーリックライスを作ります。はい、それでは材料紹介です。サーロイン、ご飯、ニンニク、アンチョビ、オイスターソース、パセリ、黒胡椒、エキストラバージンオリーブオイルです。はい、それでは今日はガーリックライスを作っていくんですけど、今日はですね、なんか料理っていうよりはもう本当にお腹が空いてがっつり食べたいなっていうような、まあ、男のガツン飯みたいな感じの、料理ですね。まあ、ガーリックチャーハンをやっていくんですけど、ガーリックチャーハンの上になんとステーキを乗せて食べるっていうやばいご飯をこれから作っていきます。で、これからあの肉掃除していくんですけど、これはあのスーパーで買ってきた普通の牛肉ですね。まあ、あのお店とかに比べたらこのかなり薄めなので、この焼く時の今日のポイントですね。ポイントで、あの最初にこの筋と油を取ってしまうっていう感じで最初に掃除してしまいます。でもうこういうお肉焼くときって、もう肉を休ませるっていうよりは、あのすぐあの焼いたら火が入ってしまうので、この油とこの筋の部分は最初から今日掃除しておきます。で、僕はいつもあのお肉焼くときとかに、まあ何でも食材そうなんですけど、塩最初打って脱水させるって仕事をするんですけど、この薄切りのお肉のときだけはそれはやらないですね。やってしまうとあのジャーキーみたいなお肉になっちゃうので、やるのはだいたい厚みがあるので、こういうのは、直前で塩打つっていう感じで、もうこれで掃除が終わったので肉を焼いていきます。で、今日お米なんですけど、もうあの炊いちゃってるんですけど、これはあのいつも炊くお米のだいたい 10cc ぐらい減らした状態で、あの少し固めに炊いたものですね。で、これ中に今日はウェイパーと、ウェイパーが 10g ぐらいと、あとお塩が入ってるんですけど、ウェイパーが入ることによってその油脂分が油が加わるので、よりこうパラパラになりやすいという状態になってます。で、今日はもう一つのフライパンでやってしまうので、最初にガーリックライスのこの要のニンニクオイルを作っていきます。はい、それではあのニンニクはあの芯抜いた状態でスライスしたものですね。で、オリーブオイルかぶるぐらい入れていきます。大体大さじ2杯ぐらいですね。で、この状態で加熱していきます。で、この加熱はもうニンニクが、まあ、チップス状態にしていくって感じなので、まあ、火はそんなにあの弱くなくても中火ぐらいでやっちゃって大丈夫です。で、温度が上がってきたらあの焦げるので弱火にして、このままキープしてチップスを作っていきます。で、ニンニクチップやるときとかに結構丸焦げになっちゃったっていうあの声聞いたりするんですけど、この色がつき始めたらもう火を切るってことなんですよね。で、この余熱でもニンニクのチップとかって薄いので火がすぐ入ってしまうので、これぐらい色がついたら火を切ります。で、完全にカリカリにするっていうよりは、ちょっと柔らかいところだったりとかカリカリの部分いろいろあった方がいいので、これぐらいでもう止めてしまう。で、香りがしっかりと出たので、この作ったニンニクオイルとチップごとこれも容器に、この状態ですね、この状態で放置しておきます。で、肉やるときはもうこの塩 1% 打っていくんですけど、打ったらもうすぐに焼き始めるっていうのがポイントで、ちょっと置いちゃうとあの肉から水がたくさん出てきちゃうので、薄めのときはもうこのままこれでも焼いていきます。このさっき掃除した油とこの筋の部分を入れて、まず牛脂のいい香りをあの出していきます。で、ちょっとフライパンの中にもニンニクオイルが残ってる状態ですね。これで油とまず筋を焼いて香りを出していきます。で、肉を入れるタイミングなんですけど、今だいぶこう強火にして、で、煙がちょっと上がってきたぐらいで、これで塩をした肉をすぐ焼きます。入りました。で、ここでも強火でさっと焼いてあげるイメージですね。もう両面1分1分ぐらいですね。で、返していきます。で、ここで黒胡椒、胡椒の香りも。で、フライパンこう移動させながら熱々の状態で焼きます。で、返したらもう本当に火が入るんで、ここでオイスターソース、
で、オイスターソースを絡めます。はい、絡めたらバットにあげて、これで肉の火入れ完了ですね。はい、それではもう今肉を休ませている状態ですね。これでチャーハンがもう作ってできた時に肉がいい感じにできてるって感じですね。で、ガーリックライス作っていきます。で、先ほど火入れしたこのニンニクオイルですね、これはオイルだけ加えます。オイルだけ加えて、で、このチップはまた後で使うので、オイルだけニンニクオイルを加えて、で、まだ火つけてないんですけど、アンチョビですね、アンチョビの旨味が入ります。で、ここで加熱を始めます。で、アンチョビがオイルに溶け込んだらご飯を入れていきます。ここでさっきニンニクオイル丁寧にやってるんで、すごいいい香りが立つんですよね。うん、いい香りですね。で、火はそんな強火じゃなくて、もう中火ぐらいで大丈夫です。で、アンチョビが溶けたのでご飯入ります。で、ご飯、でもこのご飯自体に下味も味がついてるので、これはオイルも合わせただけでもう大体完成なんですよね。だからそんなにこう煽ったりする必要なくて、混ぜるだけです。で、ここでまあ胡椒ちょっととニンニクチップが入ります。で、半分ぐらい加えて、で、あとはパセリ加えて、で、一回味見します。うん、めちゃくちゃ美味しいです。はい、これでもうしっかり混ざったので、盛り付けに入ります。はい、いただきます。うん、これは本当にやばいですね。もう皆さん、これも黙って本当に作ってください。それぐらい、もうこれ以上美味しいものはこの世に存在しないんじゃないかってぐらい満足感がある料理ですね。これはやばいです。今日はモーメントで作るような料理だったんで、ちょっとバタバタしてて説明入れられなかったんですけど、仕上げ、肉焼く仕上げにもこうオイスターソースかけたんですよね。これってもうめちゃくちゃ鉄板な最高に美味しい組み合わせで、牛のオイスター炒めってイメージですね。あとはそもそも牡蠣っていう漢字の中に牛が入ってるじゃないですか。牛が入ってるんですけど、なので牛と牡蠣の組み合わせってめちゃくちゃ相性いいんですよ。なので、はい、これはもうやっていただいて間違いないやつだなと思います。はい、ごちそうさまです。このガーリックライスなんですけど、本当にがっつりしたものが食べたいって感じの方は、ぜひ作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。